あのさ、今度友達の結婚式で友人代表のスピーチやんなくちゃいけないんだよね。え？何も言ってねえよ。なんだえってお前。で、俺そういうの初めてだからさ。あ、そうなの。帰ってきたからちょっと聞いてもらってもいいかな。は？何にも言ってねえよ。なんだえとかはとか腹立つのそれ。帰ってきたの？あ、俺結構慣れてっから。あ、そう。じゃあ呼んでみよう。ちょっと聞いて。こんなおめでたい日に素っ裸で許してくれ。俺は待って状況が全然わかんない。何でも裸なの。いやだからサプライズ的な。おかしいだろ。友人代表が素っ裸っていうサプライズなんかねえよお前。誰喜ぶんだよお前。マジで言ってんの。マジで言ってんだよ。冠婚葬祭なめんなよ。ちょっと何言ってるかわかんないけど。何言ってるか。裸じゃおかしいだろっつってんの。あ、じゃあ上は着るよ。下を履けよ。どっちかって下を履けよ。サトル君、ゆかりさん、結婚おめでとうございます。あ、いいんじゃない。慣れない呼び方だとスピーチがうまくいきそうにないので、いつもの呼び方で呼んでもいいかな。あ、その方が楽だからいいよね。サトル、そしてアンパンマン。どんな顔してんの。結婚おめでとう。え、なになに、赤くなってんのここ。いや、ちょっとかじられてる。かじられてんのか。そっちから来てんのアンパンマン。おかしいだろお前。本日は晴天に恵まれ、足元の悪い中。どっちなんだよ。どっちなの。昨日降ったの。え、それは当日考えてもいいんじゃない。雨降ってるか降ってないかは。当日？当日の方がいいよ。そうだよな。何の顔なんだよ。何の顔だそれお前。僕が新郎新婦に出会ったのは、今日が初めてではありません。当たり前だろお前。お前友人代表だろお前。小学生の頃、お弁当を忘れてきた僕に、そっとエビフライをくれたこと。なんだ優しいなサトルな。体育の時間、体操着を忘れた僕に、そっとエビフライをくれたこと。何に使ったんだよ体育の時間。エビフライ何に使ったの。え、何、衣履いたのか衣を。え、何さらっとしてんの。そして中学に入り、僕とサトルは出会いました。出会ってなかったのか。出会ってなかったのお前。誰にもらったのエビフライ。それタカシじゃん。タカシかよ。関係ねえじゃないかもそれ。カットだカット。お前カットしとけよお前。野球部ではエースだったサトル。あ、エースだったんだ当時。あんなにコントロールが良かったのに、女性のストライクゾーンは広めですね。やかましいわお前。ドン引きだぞシップが。お前これから二人は人生のパートタイマーとして。パートナーパートナーパートナーパートタイマー。なんで一緒にいる時間も時給発生するんだよ。パートナーパートナー。そうそうそう。結婚生活とは長い会話である。お、これはニーチェの言葉です。あ、いいねそれ。いいよ、いい言葉だよ。夫婦とは結婚している一組の男女。これは金田一京介の言葉。そう辞書だな。そう辞書だわ。そう夫婦って調べたらそうやって載ってんだよ。金田一京介ってあの辞書作る人だから、別にあの人の言葉ではないんだよ。シーってなんだよ。お前が聞いといてくれてたんだろ。結婚には大事な袋が108つあります。多すぎるわ。3つって言われてるわ。3つ。108つ煩悩の数だよ。いろんな袋出るんだろお前。まず給料袋。そうそうそう。次に堪忍袋。堪忍袋な。そして小袋。お袋。お袋。お袋ね。お袋。小袋あのいい歌歌う人たちだから。お袋だよお袋。まあなんとなく2人で力を合わせて。なんとなくってなんだろう。30人31脚で二人三脚だよ。お前どっから28人連れてきたんだよ。おかしいだろムカデか。二人三脚。二人三脚。そうそうそう。二人三脚で支え合ってください。そうそうそういうこと。遅くなりましたが、ただいまご紹介いただきました富澤と申します。遅すぎるわお前。遅すぎんだろお前。いつ言うんだよ。これ終盤だろもう。これ一番最初に富澤ですって言ってから始めるんだ。あ、最初に言うんだ。最初に言うんだよ。最初に言えよ。お前に言ってんだよ。お前が最初に言うんだよそれ。バカじゃないこいつ。最後になりますが。ほら最後だろお前。人生の先輩として。同級生だろお前。お前いつから先輩になってんの。向こう結婚してんだろ。ちょっと先輩じゃねえか逆に言うお前。こんな言葉を送りたいと思う。綺麗に締めて綺麗に最後な。結婚、それは君が見た光。そうそういいよ。僕が見た希望、結婚、それは触れ合いの心、幸せの青い雲。星雲。星雲だわ。星雲だわ。声援だな。途中から気づいたわ。あ、お線香の話になってんじゃねえ。関係ねえだろ結婚お前。バカじゃねえのお前。サトル。サトルじゃねえよ俺は。俺はミキオだバカだれお前。サトル、ゆかりさん、アンパンマン。3人になっちゃったよ。3人になっちゃってるよなあ。今日は本当におめでとう。あ、おめでとう。以上、友人代表富澤たけし、ゆかりの元彼より。複雑だわ。開けていいんじゃない。開けてやる。開けて。どうもどうもどうも、はじめまして。サンドイッチマンさん、ありがとうございます。あのプロデューサーの神田村です。あ、どうもありがとうございます。どうも今日はありがとうございます。 AP の鳥原です。ありがとうございます。僕今まで情報番組しかやったことないんですよ、
で今回初めてお笑い番組を担当することになりまして、そうなんですね、はい、でこの新番組、はい、ネタデーナイトライブの第1回目には、はい、大好きなサンドイッチマンさんにぜひ出ていただきたかったんです。ありがとうございます。嬉しいです。どうも。で、あのサンドイッチマンさんのネタを1回も見たことないんですけども、はい、見たことない。はい、いや大好きって今おっしゃったから、ね、見てんのかな。あのサンドイッチマンさんを好きになったきっかけは、はい、最近のバイキングで初めて見まして。バイキングですか。はい、最近の。え、いや最近特に我々何も喋ってない。こいつなんか3週間連続喋ってなかったでしょ。あ、まだ2週だよ。2週間サンドイッチマンさんってネタ面白いんですか。いや、なんていうか自分で言うのもあれですけど、まあその M1 とか、はい、あ、 M1 ターゲットじゃないんですよね。はい、F1、F2、F3、 この女性視聴者 F 層がターゲットなんですよ。そういう層の話じゃなくて、ね、うん、M1 グランプリって言いまして漫才のコンテストがあって、はい、それで優勝してるんです一応。まあ、本当にお笑いわからないというか、ね、うん、じゃあリハーサル兼ねて1回ネタ見せてもらっていいですか。はい、あ、もちろんです、まあ、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ見ててください。お願いします。いや遅いな、ピザ頼んでも全然来ないな。もう1時間経ってんじゃないか。ピンポーン。来た来た来た。あ、お待たせしました。遅いよお前、1時間だ1時間よ。ちょっと一回止めていいですか。はい、はい、どうしました。気になってるんですけども、はい、このピザって普通のピザですか。いや、まあ普通のピザ。ピザってものすごいカロリー高いのご存知ですよね。カロリー。はい。いや、まあまあそうですね。あんまり気にしてないっていうか。あ、だからそんな太っちゃってるんだ。太ってるの関係ないじゃないですか。いや、最近の女性視聴者ってすごい美意識高いんですね。はあ、ゲルマニウムドーラとかね、はい、プラセンタとかヒアルロン酸、はい、コラーゲン、プチ断食、ボタニカルシャンプー、わかります？いや、もう一つもわかんないです。まあそういったなんていうの、美意識の高い女性に対して、はい、こう普通のピザっていうカロリーの高いものを紹介されても軽減されちゃうんじゃないかな。いや、紹介は別にしてるつもりなくて、そのコントなんで。私が視聴者だったらピザのコント始まったらチャンネル変えますね。なんすかそれ。ちょっとピザじゃないものできませんか。すいません、これピザの宅配っていうコントなので、ピザは変えることできないです、ね、だからだ。なんですか。そうやって女性視聴者を意識してないから、はい、小島さんみたいな小太りなおっさんしかファンがいない。小島さん知ってんすか。うん、小島さん知ってんすか。僕らのネタ見たことないのに、詳しいじゃないですか。ちょっとピザじゃないものになんとか。いや、ピザはもう設定がピザ屋さんですから、それはちょっと難しいですね。いや、もっとこう F 層、女性視聴者を狙ってください。コントなんで、そういう層とかね、そのカロリーとかを考えてないんですよ。そういうこと、設楽くんなら絶対言わないと思います。なんで設楽さんの名前出すの。設楽さんなんかいいんですか。なんすかそのアピール。プロデューサー。はい。ピザじゃなくてピッツァです。やかましいよ。いや、今そこじゃない、どうだっていいんです、そこは。あと、これはピザ屋のコントなんで、ピッツァは変えられないんです、ね、そうなんです、ごめんなさい。それはもういいですか、すいません。なんで、カリスマ主婦が考えた低カロリーピッツァにするっていうのはどうですか。何それ。カリスマ主婦、はい、いいワードですね、はい、これ引きありますよ、はい、でこうオリーブオイルをかけるみたいな。はいはい、オリーブオイル女子大好き、はい、それでいきましょう。これで、はい、それでネタお願いします。邪魔だろそんなの、お前。いやー、ピザ頼んだよ、全然来ない。もう1時間だ、1時間。ちょっと電話しとこうかな。ピンポーン。来た来た来た。お待たせしました。遅いよお前、1時間じゃないか。1時間よ。お待たせしました。カリスマ主婦が考えた低カロリーピッツァです。もう来た来た、はい、これだね。うん、オリーブオイルをかけさせてもらいます。はい、あ、ここでかけるんですか。お、すごい。お、上からもこもちスタイル。これお会計2000円になります。さ、はい、1時間以上待ってんだよ。ちょっと負けろよ。いや、そんなこと言われても僕バイト初日なんで。そんなか知らねえ、俺は関係ねえだろ。お前その1時間以上待ってたから負けてくれって言うんだよ。いや、半額にしかできないです。できてるよ、十分だよ。ちょっとすいません、ちょっといいですか。何すか何すか。今の割引情報詳しく。割引情報。はい、今半額キャンペーンのこと言ってた。キャンペーンとかやってないですよ。え、もうネタですから。あ、伊達さん困るなは。いや、いくら視聴率欲しいからって、はい、やってもしない情報を流すっていうのはちょっと問題ありますね。いや、もうコントなんで、何をこんな現実的に考えてるんですか。そういう間違った情報、渡部君なら絶対言わないと思います。渡部さん関係ないでしょ。プロデューサー、視聴率が欲しいからって嘘の情報を流してすいません。マジかおい。はい、マジで謝ったの、うん、お前。すいません。そういう嘘情報で終わってしまった番組たくさんあるって渡部君も言ってましたよ。渡部さん関係ねえだろって。いろんな芸人仲いいんだな、あんたな。いいよ、名前出さなくて、いちいちさ。まあ、その鈴木からじゃあお願いします。はい、すいません。マジで何お前謝ってんのお前。
なんで遅れたんだよ。すいません、ちょっと迷っちゃって。迷って道一本だろうが。いや、行くかどうかで迷った。そこ迷うなよ、バカじゃないのお前。ちょっとごめんなさい。何すか、何すか、次は。いや、今富澤さんが行くかどうか迷ってましたね。はい。それを何迷ってんだよ、バカじゃねえのって、なんで怒るんですか。いや、怒るっていうことじゃなくて、これツッコミなんですよ。ボケたんで突っ込んだんですね。あの、別に富澤さんが行くかどうか迷ってもいいじゃないですか。は？そうやって行かなきゃいけないって押し付けると、こうピザ屋さんがブラック企業に見えちゃうんですよね。いや、それブラック企業の分かりませんけど、ピザ屋さんですから宅配するの当たり前でしょ。いや、その考えがブラック企業を生むんです。マジで言ってるんですかそれ。そういう企業サイドへの配慮、大吉さんならちゃんとやると思いますよ。いや、あいつムカつくわ。俺ダメだ、あいつムカつくわ。伊達、実は俺もこのネタピザ屋さんからクレームが来るんじゃないかと思って怖かった。マジで言ってんのお前。クレームが来ないようにちょっとやってみます。じゃあそれでお願いします。今まで来たことねえだろ。お前これ優勝したネタだぞお前。俺ら M1 じゃん。やってみようって。おい、なんで来れたんだよ。すいません、ちょっと迷っちゃって。迷って道一本だろうが。いや、行くかどうかで迷ったんです。そうだったのか。まあ確かにな、行きたくなくなってしまうことはあるよな。行きたくなければ行かなくてもいいという、僕たちの自由を尊重してくれる、うちのピザ屋はそういうお店なんです。そうなんだ。残業代も出るし、福利厚生も充実してる。うちのピザ屋はそんな働く僕たちの味方です。俺もそのピザ屋で働きてえな。おい、俺の頼んだシーフードピザは。あ、こちらになります。おう、これか。あれ、どうしました。これ指入ってる。指はちょっと。指じゃねえよ。誰の指入ってる。止めなさい。止めます、止めます。はい。あれ、お二人これお子さんも見てるって分かってます。あ、ちょっとあそこはさすがにね、ちょ、そうですね、指の部分ですよね。あ、指じゃないです。その甲殻類が苦手なお子さんも多いんですよ。そっちですか。ええ、エビの方。子供を持つ女性の立場から言わせてもらうと、意外と甲殻類が苦手なお子さんって多いんですよね。そうですかね。うちの子供なんかエビ大好きですよ。もう僕もいつもエビあげてますからね、子供にね。エビさんの子供はいくつなんですか。は、私子供いませんけど。は、何お前偉そうに言ってんだよ。俺の方が知ってんじゃねえか。じゃあ子供よ。あと単純にネタ的に笑えないですよね。ダメだ、あいつぶん殴る、ぶん殴る。あの、エビじゃないものに変えてもらえます。いや、そうなるとだからエビの振りがなくなるってことはもう指もカットだね。あ、それなら藤森くんも納得してくれると思います。藤森は後輩だよ。仲いいな、いろんな芸人と。あ、指のボケをカットすることは俺は絶対に許さない。いや、だしょうがないじゃん。エビっていう振りがさ、使えないんだったらもう指だってもうわけわかんなくなるんだろ。でもしょうがないじゃんそれは。お前何すげえこだわりあんじゃんこれ。さっきのピザにほらオリーブオイルかけて。ピザじゃなくてピッツァだよ。うるせえんだよ。まあ、とにかくなんとか変えてやってください。厳しいな。おい、お前これイカ入ってんのこれ。あ、指はちょっと入ってない。指じゃねえよお前。誰の指入ってんの。気持ち悪いじゃん。イカだってさ、イカ入ってんのね。じゃあもういいよお前。これ随分冷てえなお前。あ、すいません。まあいいや、レンジでチンして食うから。え、ベンチでチンコ出して食うの。変態じゃない。ごめんなさい、止めます。お二人さん。すいません、ここは分かってます。すいません、ちょっと下ネタが過ぎましたね。いや、下ネタはバンバン入れてください。え、下ネタいいんすか。はい。いや、さっき女性の嫌がるネタはあんま入れるなみたいなこと言って。いやいやいや、何言ってんすか。女性は下ネタ大好物ですよ。偏見すげえな、この人。下ネタはどんどん入れてほしいんですよ。いいんですか。はい。ただそのお二人のビジュアルがちょっとな。そっちっすか。ねえ。いや、ビジュアルって言われても。いや、サンドウィッチマンさんの見た目やっぱ怖すぎるんすよね。いや、それは今更言われても。これずっとやってきました。サンドウィッチマンを見るとうちの姪っ子が怖がるんですよね。いいっすよ、見なくて。じゃあ何なんすか。これうちの姪っ子なんです、はい、これ、あ、こっちのがいいかな。可愛くないですか。いやいやいや、知らねえ。あ、これちょっと知らねえ人の姪っ子はな、さらに知らねえよ。これいや、いいんじゃない。これぐらいの子供大体可愛いから。もう気持ち悪い、ね、お前チケンだよお前。うっせ、帰れお前なあ。神田村さん、私この番組やめます。 やめろやめろお前。そんなこと言わないで鳥原ちゃん。あの二人には何とか言っとくから、うん、しますよ。プロデューサーさんさ、この番組ね、これ我々なのか、それとも AP さん、どっちが大事なんですか。そんなことよりも、コントのオチってどうなってるんですか。そんなことよりって何ですか。コントのオチですよ。いや、コントのオチってだから僕らのオチは大体一緒で、はい、僕がね、もういいぜ、どうもありがとうございましたっつって終わるんですよ。もういいぜ。はい、その締めのセリフ。いやいや、
もういいぜってちょっと情報性が少ないっすか。いらねえっしょ。最後の最後の情報、こっちに情報いらねえだろ。まあ、プロデューサー、はい、あの最後に僕がダイエットに成功して登場するっていうのはどうしたよおい。そうか、お前そんなに寄せるタイプじゃねえだろお前。ぽっちゃりタイプ系でこうお悩みの富澤さんが驚きのダイエット術で大変身、はい、これ引っ張れますね。引っ張れねえ。私の行きつけの岩盤浴とタイアップなんかも。あ、お願いします。いやそんなすぐ痩せれないぞこいつ、すぐ嫌がるんだから、うんうんうん、あ最後あのビフォーアフターで2画面にしてもらって、それでいきましょう。はい、はい、最高です。腰に飛んだもう一本お前。じゃあ私もちょっとここで抜けますね。あれ他の現場入ってたの。はい、ちょっと料理教室の予約が。仕事しろバカ。仕事中だろ、何の料理教室予約入れてんだ。はあ、設楽君なら喜んで料理教室行かしてくれます。行かせねえな設楽さん。でも優しいけどな。じゃあまあとりあえずここは一旦解散しますか。あ、はい、お前なんて解散。一度だけうまさでしょ。あったらいいながアートのサービス。すごいですねこれ、便利ですね。エコラクボックスっていうんです。繰り返し使えて環境にも優しいんです。伊達楽ボックスも作りました。気持ち悪いよ。あったらいいながアートのサービス。タンスの裏を搬出前に拭き掃除をさせていただいてます。靴下も。新居に汚れや埃を持ち込んではいけませんので、お客様も履き替えてもらっていいですか。俺んちだよ。何笑ってんだよ。あ、そうだ、引っ越し準備進んでんの。何からやったらいいか分かんないんだよね。じゃあお任せパックだな。全部お任せでやってくれるから引っ越しが楽なのよ。へえ。じゃあその出任せパックで。お任せだよ。引っ越しはアート。なんでプンってしまったの。はい、OK です。ありがとうございます。お願いします。こちらへお願いします、はい。似合ってましたね、あの制服もさすがにね。楽しましたね、うん、いや富澤がどんどんこの制服似合ってきてるんですよね。すごい似合うね、まあ、普段からこうしてりゃいいんだよね。まあ、コントでもやらせてもらってますしね。そうだね、うん、全然働けるんじゃないかなただ腰悪いから、ね、腰がねちょっと悪い。いいよ見せなくて帰るぞ。あ、じゃあなんだこれは。見どころはね、マトリオシカ、はいはいはい、僕の、
ものすごいでっかいマトリョーシカが出てくる。びっくりしましたね、あれね。あれはびっくりしたね。まあちょっとコントチックな感じのね、前編そうだったんですけど、それがまた僕らにとってはすごくやりやすかったし、ちょっと笑えるシーンもあるんでね。そうですね、はい、その辺も見どころだと思います。あれどうするんですかね、マトリョーシカね。もう明日爆破するじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。やった、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあコント風なコマーシャルだと思いますので、ぜひぜひ楽しんで見ていただきたいなと思いますね。で、引っ越しの際にはぜひアート引っ越しセンターもちろんですよ。お願いします、はい、もう電話番号もそのままですからね、はいはい、ぜひよろしくお願いします。良ければ僕も行くかもしれない。富澤行きますよ、はい、指名してもらえればね。そうですね、うん、はい、僕はもうこのまま行きますけど、はい、ぜひたくさん電話お待ちしております。お願いします。猿がいっぱいいますね、今日はボスを決めたいと思うんです。違いますよ、ね、違います。その怠慢だ。違います。違うんです。それでね、八木山動物に来たんですけど、久しぶりだよ。もう10年以上。10年以上来てない。来てないですね。ねえ、猿がいっぱい、こんなにいなかったです昔。2匹ぐらいしかいなかった。そんな少なかった。だからやっぱりそのいろいろ増えるからね、猿は。繁殖的なね。好きですからね、猿は。僕からやらしい話になってる。猿も大好きですからね今日はここ八木山動物園さんから、はい、悩み相談をいただいてるんですよ。お悩みそうだ。はい、ぜひお二人に解決していただきたいお悩みがあるということですので。虎が逃げたことすること。それはちょっとそんな内容なんですね。自分たちで何とかしてもらいたいけれども、お二人がことあるごとに私がウォッチに担当したいって宣伝してくださいまして、おかげさまで。なんかもうね、もう人もしんどいっすわみたいな。言ってないですよ、やめてください。3カメで撮ってるらしいんだけど、赤つくじゃない。あ、つく。どこついてるか分かんないですよ何がおかしい。分かんないけど、なんかね、ウォッチってなんすかねバカじゃねえかおはようございます。どうも、どうも、よろしくお願いします。おなんだよ、久しぶり。もしかして先週だし、先週だし、リトルリーグ一緒にやった。一緒だったよね。そうなんです、飼育係の田山さん。サンドとは戦勝時代の同級生なんです。現在は八木山動物公園のアフリカ園の飼育係をしているんです。高校卒業してからもずっと動物園。マジで。あ、そうだったんだ、知らなかったね。商業高校全く関係ない。関係ない。僕とか回ってちょっと何やってたんだよ。いや、同じクラス。何言ってんの、マジ。3年の時一緒のクラスだって。一緒に卒業したじゃん。俺だって友達とかいなかった。まだ誰もいなかったから。そう、結構後ろの方でこうじーっとしてる方だった。寝てたからね。今日は田山さんがお悩みをお持ちということですので、うん、せっかく同級生の縁もありますし。そうだね、ぜひ全面的に協力します。はい、よろしくお願いします。分かりました。どんな悩み具体的にお持ちなんですか。実はですね、これからの時期なんですけど、お客さんの前で動物の話っていうイベントをやるんですけど、でも私がちょっとね、口下手でちょっと上がり症なので。あ、じゃあなんか俺たちで考えて。いいよ、面白い感じですよ。いいんですか。いくらでもできるよ、そんなの。はい、M1 王者の力でと思うんですが、でもやっぱりお話しするからには動物に関する知識とか裏話とかを知らないといけないですよね。そうですね。あ、そうだね、はい、もうせっかくですから、こちらに今日は これは作業着をご用意しておりますので。お二人聞いてますか、田山さんが。あれです、あれ。むしゃ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 。富五郎と田山の友達。死んじゃってんじゃないか、プロさん。トラですよ。わあ、ね、かっこいい。トラのところにやった。よしよしよし。ここにね、あの動物に詳しいという富五郎。よしよし。富五郎？なんかどっかで見たことある。こんにちは。こんにちは。あのアイラブ宮城っていう人が来てますけど。よしよし。いや、やめてそれ。それでやめて。違いますか。違います。動物に結構詳しいっていう。動物です。動物です。動物ですから。あ、そうですか。あれは何ですか。トラです。トラ、はい、トラスマートラトラです。
トラ、トラ、トラです。トラ、トラ、トラは戦争ぶりはなんだよ。やめろ、お前。何を食べるんですか、トラって普段。小鳥です。小鳥？小鳥です。小鳥食べんの？小鳥はね。猫みてえだな。知らなかったですね。今ちょうど、獲物を狙っていますね。狙ってねえだろ、お前。絶対出てんじゃねえか、お前あれ。猫になってますよ。どこに小鳥やってくんだよ、鳥が来るの待ってますよ。お、お、お、お。小鳥が小鳥かよ、おい。小鳥の匂いを今嗅いでます。ちょっとかっこいいね、やっぱね。かっこいい。いろんなこね、猛獣いっぱいいるらしい。います、いっぱいいます。見に行きましょうか。はい、ね、ようこそ飛び頃王国へ。ヤギ山動物園。よし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 、子供だよ、やめとけよ。よし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 。本当だ。へぇー、普段はここの通路をこう向こうに向かって出て。さあ、完全に着替えましたけど、特攻服にね。特攻服ですか。刺繍が入ってますから。仙台市。あ、こっちか。これ入ってねえじゃん。こういう感じでしょうね。やっとやるか。到着しましたが。到着しました。ここは象じゃないですね、動画が。ここはね、象じゃなくて。なんていう動物がいるの。アビシニアコロブスっていうね、アフリカに住むお猿さんにいます。お猿さん。ちょっとね、開けてみましょう。はい。おー、うわー、すげえ人だよね。何これ。こちらを睨みつけてますよ。すげえな。これすごいよ。これでないのいない。じゃあこれからですね、この7匹お猿さんいるんで。7匹いるのね。はい、コミュニケーションからですね、この餌やりをしたいと思います。だいたいこう手のひらにして。おお、できました。開けてみますか、せっかくだから。大丈夫、お前行けよ。俺虎年だから。俺も虎年だから。手のひらで。おお、え、どんな感じ、どんな感じ。すごい、なんか嫌な嫌な感じ。嫌な感じ。じゃあちょっと俺もやってみようかな。はい、お願いします。俺あいつらにやりてんだよ。あれ待ってたら来るんじゃない。多分もうね、あれは寄ってこないですね。今日寄ってこない。おお、こっちが、こいつが来た。ほら、おお、この角張りだろ。おい、電子工の空手部みたいな。電子工の空手部みたいな。お邪魔します。フンがいっぱい。音を立てずに食べな。くちゃくちゃくちゃ。あ、猿がいた。お猿さんだ。お猿さんだ。でっかいお猿さんだ。ウキキってトミー。そして二人の目の前には餌が。これを一体どうするのか。はい、で、なんかお猿さんっていうのは、うん、餌を隠してやるらしい。うん、それはなんで。これは頭を使って食べてもらう。あとはやっぱ動いてる姿もお客さんはすごく好きなんで。なるほどね。その食べてる姿も見てもらう。うん、そりゃそうだよな。動物園来て結構動いてない動物多いもんな。はい、たまにあると思うよ、ぬいぐるみとか。うん、いや、ぬいぐるみ。あの窓の奥にいる動物は何。人だよ、あれは、ね。あれ人飼ってるんですよ。お客さんはですよ。お客さん、大事なお客さんなんですよ。人か、人か。さあ、じゃあちょっと餌やってきて。待ってください。何の顔なの。これ高いとこダメなんだよ。何何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 何難しい。これどうやってやってんだよ。なんとなく持ってさ、その蓋でこう、はい、そう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 やれよ。ようやくコツを掴みました。何やってんだ。俺が猿みたいになってんじゃねえかよ。餌の準備 OK。 一度外で出てくるのを待つことに。するとおー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 。なんか立ち位置みたいだって、それぞれの。あ、餌探してる。ほら、袋の中に入って。すげえすげえすげえ。餌取ってますよ。あ、あいつ落花生を。お、出した。落花生も、頭いいわ。頭いいね。あ、ちっちゃいのいる、あれ。かわいい。かわいいですね。ちっちゃいの一生懸命食べてる。木の上で生活する動物でして、木から木へとジャンプするのにすごく親指が邪魔になったんですよ。その親指がね、使わなくなるうちにこうどんどん退化して、見えるのはだいたい4本しか見えないんですよ。指4本？そう、豆粒ぐらいちっちゃくてね、親指が。トミゴロウとまあまあ、怖い動物もいっぱいいるけど、これなんか特に可愛いですね。可愛い、レッサーパンダ。レッサーパンダ。ねえ。ぬいぐるみみたいですよ。本当ですね。ね、茶色くて。可愛いね。はい。うん、でもこれ本当パンダじゃないの？よし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 。違うよ、それ。それ動物じゃないよ。トミゴロウさん。これ動物じゃない、これ。動物じゃない。動物じゃない。あ、動物じゃない。マイク。でっかいマイクですから、ガンマイク。ロケに支障が出ますから、やめてください。マイクさん困ってるから。動物かと思っちゃう。動物じゃないです、これ。違いますか。はい。すいません。やめて。はい。
あのレッサーパンダですよ。レッサーパンダですね。富頃さん、はい、これはどういう動物なんですか？基本的にこれはね、うん、アライグマ科のレッサーパンダで、ダメ読んじゃ、中国名が子グマ猫で、もうわけわかんないですよね。子グマ猫、あ、クマと猫、クマと猫どっちですか？クマです。クマ、あ、クマです。ちっちゃいクマです。ちっちゃいクマです。あ、じゃあ結構凶暴だったりとか。凶暴ですよ。人を食べます。人を食べないでしょ。人をガッと食います。人は食べないでしょ。来ますから。枝が気になっちゃったな、はい、枝が気になった。ほら立ちましたよ。おお。なんでどういう時立つんですか？うん、興奮した時です。お前だろそれ。お前もだろそれ。富五郎と富五郎。富五郎さん、よし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 。うるせえなお前は。ちょっとまた品のないことを。子供が見てんだろいっぱい。そうですよ、教育に悪い。ほらやってやってほらじゃあお前。ごめんね、変なおじちゃんで。ごめんなさいね。北極熊ね、いらっしゃいます。はい、ね、主に南極にいます。北極だろ。わかんないですよ。北極にいるだろ。南極にもいますよ。これ白熊でしょ。要は白熊ですね。ね、はい、え、これ泳げるんですか？泳げないです。何なんだよ、じゃあこの水は。逃げないようにして。逃げないように。逃げちゃうんだ。ほとぼりみたいなもんだ。ほらほらほら。あ、危ない危ない危ない。おお。逃げないよ。行くんじゃないこれジャポンって。行かないです。泳げませんから。本当ですか？行くんじゃないこれ。行きそうです。行かないです、あれ。行かないの？ビビってます。ビビってんの？ビビってます。どんだけ住んでんだよ、ここに。ほら。あ、本当だ。怖いんですね。あ、ちょっとビビってるね。水が怖いですね。へえ。水と火が怖いです。大概そうだよ。じゃあ行こうか。行きますか。あのね。しゃ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 。ほら。なんで子供に行くんだよ。じゃあ続いては。これ何名前これゾウ。これね、アフリカゾウでメアリーって言います。メアリー。メアリーちゃん。43歳になるおばあちゃん。43。もう結構高齢なんです。はい。こんなにゾウの鼻アップされることってあります？ねえ、間近で。ほらほらほら、こんなすごい。すごい言ってる。え、これそのまま食うの？そのまま食う。え、そのまま食うの？これこうやったらもうなんか垂れてるよ。そうか、鼻水。鼻水だ。うわ、垂らったら。なんでお前あげる？これなかなかこう触れないから、こういう風に。そうだよね。じゃあお前ほら、やってみな。はい。ほらほら。さすがリトル。上手。すげえすげえすげえ。皮関係ないんだね。皮むくのはね、人間だけだから。あ、そうなの。全部まんまいっちゃうんだ。まんまいっちゃう。ジャケちゃんもやってみ。いいですか？いきます。はい。おお。ダメだ、絡まれますよ。危ないですから。これでもこの鼻も特徴でね、これね、実は全部筋肉でできてる。だからこう自由自在にこう動かすことができるんです。すごい。これだけで終わらないのがぼんやりなテレビ。二人の目の前にはアイテム、アイテム、うんこ掃除セットです。出たよ、俺絶対そう。こう見てこれ。こんなのケツから出てきたらもうおかしいよね、体内が。ね、体内がどうなってんだって。俺はもう引っ越すね、今の家を。いや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 。え、これ掃除すんの？はい、このね、スコップを使ってこの猫と言われる一輪車に。一輪車に積んで運びましょうか。まあ、やろうか。やろうか、ね、はい、ちょっと匂うんで、うん、気持ち悪くなった時は必ず教えてください。もうじゃあ言うよ。もう気持ち悪いよ。気持ち悪くなること